こんにちは、カービィです。今日も最強決定戦 MVP を目指してプレイしていきます。この MVP 企画は8月26日から開催の最強決定戦広島限定リーグで MVP を狙う企画です。専用の再生リストを作っていますので、ぜひ動画ナンバー1から見ていただければと思います。さて今回は TS 第4弾の狙い打ちスカウト回していきたいと思います。カープ島選手を極みにして称号までつけるためです。今島さんは本体の S ランクと A ランクが2枚あります。この S ランクを極みにして称号までつけるための素材を今回獲得したいと思います。ガチャの前にランキングイベントの報酬を開封しましょう。新イベントバッティングトラベラー1万位以内を狙って8888位に入賞できました。変なところで運を使ってしまいましたね。累計報酬は A ランク自チーム TS 契約書と S ランク 10% TS 契約書です。この2枚をガチャの前に開封しておきます。自チーム契約書はもちろんカープ島選手を獲得します。これで島さん卒3までいきます。そしてこれですね、 S ランク 10% TS 契約書、これで島選手を当てることができれば卒4です。さあ S ランク 10% ですが、それよりもカープを引くことが大事です。島さんが出ることが最重要です。それが S ランクだったら最高ですね。さあどうだ、岸選手。まあそうでしょうね、さすがに引けませんね。はい、これで島選手の A ランクが3枚、あと2枚で極みですが、最強戦の称号のことも考えたらできるだけたくさん引きたいですね。それではガチャに行きましょう。さあガチャ画面やってきました。今回はとにかく A ランクをたくさん引きたいですね。 A が出たら 20% で島選手です。今回は A ランク3枚、称号分まで獲得していきたいですね。では10連目いきましょう。さあ今回は A ランクの引きが大事です。 S ランクよりも A ランクです。 A ランクにザクザク出てもらいたい。さあ A ランクどんどん来い来い、最後だけか。内選手、10連目の滑り出し、しっかりと爆死していく。できれば30連で極みにしたいんですけどね、なかなかしんどいスタートです。20連目、島さん A ランク、なんとか3枚欲しい。ここで1枚は欲しいですね。できれば2枚でいくぐらい出してもらえないもんでしょうか。ランクはなし。うむむ、今回も静かな感じ。やっと来た浅野選手、ここも外れた。ラストは OK、 まず1枚獲得。この A ランクがあることで限界突破コーチが1枚節約になりますからね。 S ランク以上の価値があるかもしれません。30連目、おお、確定室、幸せのおじさん来ました。これは熱い、これは S ランクできてしまえ。島選手 S ランクできてしまえ。さあどこだ、どこで来る。あれ、最後ですか。最後に S ランクの島さんですか。どうだ、違ったー、これは島選手じゃないですね。島選手の要素はどこにもありません。ピッチャーで、パリーグで、右利きで、なんだったら国籍も違うと。島さん、かすりもしませんでした。あ、元広島は共通点ですね。いやー、今回も厳しい戦いになりそうですね。40連目、いきましょう。最近のガチャ運マジでおかしいですからね。おっと、ここで虫かけい、これは間違いない。これは島さん S ランクできましたね。
運の入れ戻し、ここで来たんじゃないですか。さあどこだ、ここか、石川選手、島さんじゃなかった。 S ランク2枚連続外していく。ちなみに S ランクは 30% で島選手。最後の確定はお願いしたい。ノーミさん、アイライクノーミさんでした。シリーズ2の外国人 OB、 マートン選手とかあるかもしれませんね。阪神はバースさんが来るっていう予想もありますね。50連目、今回も厳しいですね。たまにさんは最近無知ばっかりです。たまには優しくしてほしい。ここで2枚ぐらいくれてもバチは当たらないんじゃないでしょうか。お、あーここも違うか。ロメロ選手なかなか厳しいな。最後こそ、マジか。今回もコナムさん楽させてくれる気はないみたいですね。60連目、今回の予算はこれで空っぽになりました。目標の A3 枚まではあと2枚、かなり厳しいですね。ここで2枚引きぐらいできればいいんですが、どうか。A ランク来い、 A ランク来た。違う、伊藤選手怪我してしまったんですよね。横浜にとってはかなり痛手になりそうですね。さあ最後ここは当たってくれ、本当お願いします。よし、なんとか当たりました。今回の60連で目標の3枚には届きませんでしたが、なんとかこれで極みにはなります。ああ MVP 狙えて大変だ。今回の60連で島選手の素材がこうなりました。なんとか極みにはできるようになりましたね。もう予算がカツカツなんで PS 狙い撃ちスカウトはこれ以上は回せないですね。もっと回したらもちろんいいんですけどね、僕の財政事情もあるんでこれ以上は回せません。消防チャレンジは限界突破コーチで頑張りたいと思います。はい、ここまで最強決定戦狙え MVP と題して10回分動画を出してきましたが、 MVP 狙いのエグさが皆さんにも伝わっているでしょうか。これまで MVP 取ってきた皆さんこんな感じで評価頑張っているんだと思います。本当にやばい世界ですね。ただこの強化の様子をここまでリアルにリアルタイムで表現したコンテンツはなかなかないと思いますので、今後も皆さんに面白いものをお見せできるんじゃないかなと思っています。最強決定戦 MVP 企画、今後も応援していただけると嬉しいです。予算もカツカツです。ぜひ動画の視聴と拡散で応援してください。見てもらえるほど動画強化できますのでぜひお願いします。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。MVP 目指して頑張るのグッドボタン、チャンネル登録、Twitter のフォローぜひお願いします。過去の MVP 企画も再生リストにまとめています。概要欄か再生リストからどうぞ。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。